おはようございます。速稼塾の久保です。7月13日の朝5時17分でございます。昨日はですね、下に行くのか上に行くのかちょっと今週は見ときましょうっていうお話をしましたけども、昨日一日でおおよそ見えてきましたよね。2つのストーリーのうち1つはこの右肩上がりのこのフラッグの2つの、まあ、チャンネルラインがありますよね。この下の方を跳ね返って大きく下に行くのか、それとも下の方を突き破ってまたねチャンネルラインの内側に入っていくのかってとこだったんですけども、その辺をデイリーから解説していきます。どうぞね。下のチャンネルラインがこういうふうにありますけども、一つの仮説として上から来たのがこのチャンネルラインに跳ね返って下に行ってセルを求めていくって形で、現実に起きたのは二つ目の仮説で、これが内側に入ってるんですよね。そうするとまたこの2本のチャンネルラインの間で推移すると思いますので、フラッグ継続ということになります。それは今日わかると思いますよ。で、昨日は陽線を確定させて、そして形成中の陽線が今1本できてますよね。なかなか面白いところじゃないですか。右肩上がりはやっぱり持ち直すかもしれないですよね。じゃあ4時間見ていきますけども、まあ似たようなもんです。4時間もチャンネルラインがこういうふうにありますよね。で、上から来たのがここで跳ね返る N を書くんではなくて内側に入りましたってことですよね。まあ、ですんで倍の方をもう一回狙ったらいいんじゃないかなと思います。1時間を見てみます。昨日は1時間右肩下がりできたんですけども、その後こういうふうに右肩上がりに変わってきました。で、チャンネルラインの内側にもう完全に入っちゃいましたよね。ですので、これから下がるにしても、ここに当たって上の方に行くんではなかろうかというふうに感じます。ですので、まあ、倍の方で構えていようかなというのが今週ですね。まあ、方針転換しながらなんですけども、今日の確定は明日の未定ということでございますので、一応ね、相場の予測はするんですけども、そうじゃなかったらどうするってことも同時に考えながら今週進めていこうと思います。それではエントリーはね、今日は明日中にできるんじゃないかなと思いますので、またその時お会いしましょう。では。